テレ東。自民党の小泉進次郎衆議院議員とタレントの滝川クリステルさんが7日総理官邸を訪れ、安倍総理大臣に結婚すると報告しました。長官とご面会されたということですけれども、どういったお話をされたんでしょうか。こういう官邸という場で、私事で大変恐縮ですけど、私もようやく結婚をすることになりました。それで滝川クリステルさんと官房長官にご挨拶ご報告伺いまして、官房長官からは、総理いるから総理にもよかったらということを言っていただきまして、総理の方にも直接お会いしまして、ご報告することができました。具体的なそのやり取りとしてはどういったやり取りがあったんでしょう。官房長官からはおめでとうと、いや俺も勘が悪いな滝川クリステルさんとどうして一緒なんだろう、犬の活動をやってるからそれかなとも思ったよねっていう、そういう話の後に、お祝いをお言葉をいただいて、でその後総理の方に伺いましたら、ああおめでとう、お父さんなんだって、だから、いやうちの親父は相変わらずです、一度はした方がいいよと、そういうタイプの親父ですと、そしたら、いや実は僕も結婚するときに小泉さんのお父さんに報告したんだよと、そしたら普通さ、まずおめでとうとか言うでしょ、それがね、結婚は大変だよと、そう言われたね、だけどおめでとう、そういう温かいお言葉をいただきました。今回突然のことになりましたけど、今、このように報告することができて、そして、今実はお腹の中には子供もいますので、どうかこれからできる限り静かに温かく見守っていただきたいなと、そう思ってます。今日はこの後実家の横須賀に戻って、二人で時間を過ごしたいなと、この後は、私そして、それぞれの、方から、文書というか、そういった形で報告をそれぞれ、させていただきますので、そこに思いもしたためました。何か言い忘れたことは。いや、どうも突然で、この度、結婚することになりましたが、いろいろと環境も変わると思いますので、その際は皆さんに温かく見守っていただければ本当に幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。作者さんから質問いかがでしょうか。すいません、日本テレビですけれども、世間がすごくびっくりするカップルだと思うんですが、話せる範囲で馴れ初めを教えていただけないでしょうか。後で文書もね、そういったことにも少し触れてありますけど、昨年からお付き合いを始めて、そして今回、自然な形で、結婚の報告、そして、妊娠の発表、そういったことになれたことは嬉しく思います。今回ここの発表に至るまでは一度も2人で外に出たこともないし、一度もどこかに一緒に移動するとか、そういったこともありませんでした。で実はこの前横須賀の実家に私と、クリステルさんと、それと、彼女が数年前に福島県から引き取った保護犬のラブラドールレトリバーのアリスという可愛い犬がいるんですけど、一緒に実家に行ったんですね。連れてったんですけど、実はその時が初めて二人で一緒に、付き合ってから外に出た機会で、そしてこういった形で一緒にという2回目が今回になったということで、私にとっては無事に皆さんに発表できる、そういった形になって本当に嬉しく思いますし、私にとって
この結婚という大きな一つの転機、ここに至る思いというのも、まあ、今日この場所はまさに政治の権力の中枢ですけど、この政治バカの私がクリステルさんといると政治という戦場から離れることができて、自分自身がこうもたれかかって寄りかかっていいような、そういう無防備な自分に、政治家小泉進次郎から人間小泉進次郎に、そういうふうにさせてくれる、そんな存在だったことも私にとっては大きなことでしたね。それを聞いてクリステルさんどのように？いや本当にいつも緊張感を持った毎日なので、まあ、その中でいかに彼自身の本当の素の自分が出せる場を作るかということがお付き合いしていく中で一番大事なことだと思っていたので、まあ、お付き合いをしている中で本当にそういったところを引き出すことが、まあ、自分自身いろいろ時間を重ねる中でできていったので、その中で新しい面とかいろいろリラックスした面が本当に見えるところが、そういう素のままでありのままでいられるお互いがとても、いい関係だと思っています。はい、そうなんですけども、はい、結婚を決めた決め手とどうしてこのタイミングなのかっていう2点をお聞かせいただけますでしょうか。決め手はですね、理屈じゃないですね、こういうのって、理屈を超えてて、正直言って、まあ、うちも育った環境とか、親父のこととかね、そういったことをやっぱり家族の環境として育っている中でいろいろありましたから、絶対結婚っていうそういう価値観とか考え方は正直私にはありませんでした。だけどその気持ちを溶かしてくれた、自然とそういう決断をするに至ったことがまさに理屈を超えているところなのかなと。でその理屈を超えたところっていうのは、やっぱりこの政治の世界って私からすれば戦場なんです。いつ、こう命を落とすかわからないというかね、やるかやられるか、そういった部分っていうのは権力闘争の中で避けられない部分があって、常にどこかこわばって、緊張感を持って、警戒心を解かず、まるで寝るときもいつも鎧を着たまま寝てるというかね、そういった環境がずっと続いてきて、でも不思議と彼女といると、あ、この場所は鎧脱いでいいんだな、武器を置いていいんだな、無防備でいいんだ、そういうふうに思えたのは理屈を超えたと思います。あ、すみません、テレビ局の仲間、大きくおめでとうございます。ありがとうございます。これまでですね、小泉議員に関しては各所で遊説される場合にもですね、結婚しろ結婚しろと言われてきた。今回も参院選挙で結構言われてましたよね。言われてきたことですけど、それが言われなくなるわけですが、今度父親となるわけですが、はい、その議員としてまた父親として何かこう自覚というか芽生えてきたものってはありますか。こういう時って男ってダメですね。やっぱり自覚は身ごもっている女性に叶うところはないなっていう男としてのダメな部分、そういったところっていうのを正直感じますけど、ようやく安定期に入りまして、そういったことも発表のタイミングの一つの考える考慮ではありました。で、あとはやはり昨日の8月6日の広島原爆の日、そして9日には長崎の追悼の日が来ますから、そこにこのような私事を発表するが当たってしまうとか、何か報道が当たってしまうっていうのは、それは避けなくてはいけないなと、そういったことを考えたときに、まあ、突然のことではありますけど、まあ、これもね計算じゃなくて今日だなと。だから官房長官総理には本当にもう運が良かったとしか言いようがないんですけど、今日の午前中に
官房長官には私からお電話をして、本当に今日の今日で大変申し訳ないんですけど、今日お時間ありませんかということでいただいた次第です。まあ、あとはこれから父親に無事に、まあ、これから妊娠期間を過ごして、来年年明けには出産ということになりますけど、まあ、そこまで静かな環境の中で、彼女を守っていけるように全力を尽くしたいと思いますし、まあ、まあ仮に父親になった暁にはね、政治家小泉純一郎の真似はすべきじゃないししたくないと思うけど、父親としては小泉純一郎のような父親になりたいなと、愛情深く心から自分が親から愛されてるということを一点の曇りもなく思わせてくれたからこうやって生きてくれたと思うので、そんな父親になりたいと思います。プロポーズの言葉と、もしよければ指輪なのかなと思ったんですけど、いえいえ、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。どうもすいません、ありがとうございました。どうも、地元の方にまたこれからあの文書でも